自分の評価としてはいかがですか？そうですね、まあ、ちょっとペース、まあ、自分の中で思ってたよりは速く走れなかったし、まあ、ちょっと降ったりやんだり、ずっと降ったりやんだりで、まあ、ちょっとこう、まあ、ブレーキがかかってしまったところもあったし、まあ、その中でも、まあ、冷静にレース展開は自分の中で見られたかなと思います。はい、一番仲良しの野田選手と結構やり合ってるとか譲り合ってるというかやってたんですよね。そうですね、まあ、そのドライでずっと走ってて、まあ、その前の、山口選手、津田選手、柳川選手に追いつきたいなと思って、まあ、野田選手抜いて、よし行くぞってところで降ってきて、ちょっと自分でもペースつかめなかったので、なんか譲り合いみたいな感じで、誰が行くのみたいな感じになっちゃって、そこはご返却お願いいたします。はい、そうでしたね。まあでもね、この調子で後半戦も前に行きたいですね。そうですね、朝栗も今日良かったし、まあ、その線の走らせ方っていうのもどんどんできてきてるので、まあ、次のオートポリスは、まあ、今回ちょっと前の人が結構転んでしまって、まあ、2位という形でしたけど、まあ、そういう状況じゃなく、まあ、自分の実力でまたしっかり結果残せるように頑張りたいと思います。